新たに感染が確認されたのは、いわき市で481人、郡山市で445人、福島市で300人など、合わせて2173人です。感染者の数は2日ぶりに前の週の同じ曜日を下回りました。県によりますと、会津坂下町や本宮市などの高齢者施設のほか、会津若松市の医療機関などで5件の新たなクラスターが発生しました。入院は317人で、重症は2人。病床の使用率は 41.7% です。また、宿泊療養は445人、自宅療養は16,433人となっています。一方、昨日岸田総理は今月26日から療養期間を短縮すると表明しました。また、医療機関にすべての患者の届け出を義務付ける全数把握についても、全国一律で見直す方針を示しています。